これは5月の風よりも爽やかな新雪のようにきらめく一人の少女の物語です。豊かな自然に育まれたジーパンが一番似合うちょっと変わった女の子ユキ。ユキはみなしごです。10年前のある雪の夜、養護施設の入り口に捨てられていました。雪と一緒にやってきたこの子に人々はユキと名付けたのです。ユキはお父さんの名もお母さんの名も知りません。でもユキにはみなしごだからなんていう限りはどこにもありません。両親が残してくれたものといったら首にかけられたクルミの木の十字架だけでしたが、不幸な境遇がかえってユキを強く伸びやかな少女に育てたのです。元気が良すぎて周りの人をびっくりさせるけれど飾らない心、類いまれな優しさに満ちた心の持ち主ユキ。それにちょっぴりおかしな癖、嬉しすぎると人をシャベルで殴ってしまうんです。ふとしたことからユキの新しい生活が始まりました。養護施設から引き取られたところは名門といわれるお金持ちの岩渕家でした。しっかり戸惑いながらも優しい人々に囲まれてユキは新しい生活に溶け込もうとします。幸せな日々が続くかに思われました。責任を取ってもらおうじゃないか。どうしてくれるんだ。俺が終わった。早く出て行け。どうして早く乗れ。突然襲った岩渕家の破滅はユキを激しい試練の中へ投げ出しました。打ちひしがれた愛する人々を励まし支えるユキ。その小さな胸に自分の出生にまつわる秘密が突き刺さります。おじさん、おじさん、おじさん。おじさん死んじゃうよ。ユキのお父さん。悲しみに耐えながらユキはさらに強く成長していきます。決して明るさを失わない太陽の輝きを持つ少女。そして嬉しくなると殴ってしまう変な癖。美しくも雄大な北海道の自然の中で真実の母を求めつつ明るくけなげに息づく一人の少女の愛と感動の物語、ユキの太陽。